い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、じゃあ旅を続けようかと。左上の1って何やろ、1日目ってことかな。んー、なんかいろいろとよくわからない。ん、ストーリー。あ、かわいい、ミニアリスになった。これでノーマル、1章1話、貴族のグレン。ストーリーを進めやすいよう初回クリア時にプレゼントを用意したの。タップすると中は見られるわよ。セイランのプレゼント。あ、髪型も変えれるの、マジで。いいやん。髪色も、ニューグリーティングワンピ、ニューグリーティングヒール、全部セットってことやね、これ。へー。一章一話、貴族のグレン。深い森をしばらく歩くと目の前が開け、人々が行き来する暮らしの喧騒が耳に入ってきた。至る所に木々や花々がに植わっており、活気があって賑やかでいながら自然に囲まれた街並み。ここがハートランド王国の城下町なのだろうとあなたはすぐに理解することができた。あれなんやね、ちゃんと第三者視点というか、そういう感じなんやね。久しぶりだな、僕本当に帰ってこれたんだ。なんか嬉しそうね。アリスも機嫌良そうだ。植物の多いとこ嬉しいんだろうね。大丈夫、これだけ人がいて逃げ渡るんだもん。きっと君が元の世界に帰るための情報も集まるはずだよ。まず別世界があるってことをこの世界の人たちは理解しているのかい。わあ、あの服屋の前に人が集まってるみたいだ。ちょっと行ってみよう。はっはっはっは。何、見たまえ、私の麗しいアリスたちを。あ、いっぱい持っとん。あの人か、知ってる人。彼は、もうなんか声の感じからしてもっとおじさんを想像していたけど若い。おや？おやおや？最近見ないと思っていたが久しいな、チキ。素晴らしい！この麗しい私を称える忠実な我がしもべよ。え、そうなの？いや、僕は君のしもべでも何でもないから。身長高いな、あの人。まったく。しょうがないな。ごきげんよう、グレン閣下。え、閣下？ところで。シキ、隣にいるのは何者だ？アリスを連れているようだが。アリナ君、紹介するね。この人はグレン。貴族なんだけど、性格がちょっと荒れな人だね。本人の前で。各地に出向いては、着飾らせたアリスを自慢するのが趣味なんだ。グレン、この人はアリナ。アリスの、アリスオーナーだよ。はじめまして。つまり。ふん。つまり、この後期の私を称える新しいしもべということか。だから、僕もアイナ君もしもべじゃないから。うん。それにしても、これはなかなか。時にアイナ。素晴らしい！君のアリスからは他の違った魅力を感じる。わかるんですか？もう。この人本当に交友感だけはよく働くんだよな。よかろう。いいだろう、君のアリス。この私が光らせてやる。でも。グレンのことだから親切に迎えさせてくれて、はい、終わりってわけじゃないだろうな。私は本来、特典タイプのアリスだけを集めるというポリシーを持ってるんだが、君のアリスのようなレア物を特別にコレクションするのも悪くない。私を誰だと思っているのか。この私に着せ替えてもらえるんだ。名誉と思ってもらいたいものだ。さあ。そうと決まったなら、ソラ、君のアリスを私に渡すがよい。もう。なんでアイナ君のアリスを渡さなきゃいけないのさ。ダメだよ、そんなの。つまり。なぜって決まってるじゃないか。この私が着飾らせるということは。そのアリスの所有権は君から私へと移るということなのだから。そんなの絶対嫌だ。まったく。ほらね、やっぱりろくでもないことだった。ダメだよグレン、このアリスは特別な存在なんだ。アイナ君が元の世界に帰るために手がかりを持ってるかもしれないしね。てか、そのオリジナルアリスっていうのをもうちょっとこう主張していってよ、こういう偉そうな感じの人には特に。だから絶対に譲れない。元の世界？何のことかはわからないが、譲りたくないのは君たちの都合だ。欲しいのも君の都合だろう。アリスにとってはもっと上手に扱ってくれるオーナーの方が、本当は嬉しいんじゃないか？ほーら！かわいい子ちゃん、私が君の新しいご主人様だよ。お、不機嫌そう。まさか、そんなにほんなに恥ずかしがるなんて。え、そういう風に受け取るの？いや。どう考えても嫌がってるでしょ、この反応。控えめでなんといじらしい。ではこうしよう。私と君のアリスをかけて、クロージーをするのだ。基本的にじゃあ、いろんなキャラたちでクロージーをして、こう進めていくゲームっていうことかな。なるほど。そんなめちゃくちゃな。アイナ君どうする？
でも服もうないけど。受けて立ってやる。言うしかないよね。よし。そうか。君がそのつもりなら一緒に頑張ろう。しかし。なあ。ん？どうしたんだい、グレン。なんだそれは。君のアリスの服、清楚で一らしいが、もう少しなんとかならんのかね。このハートランド王国で最も美しい私とクロージーするんだぞ。もうちょっと光らせてもいいんではないか。見たまえ。あ、男の子。見るがいい、私のアリスを。きらびやかで高貴、そこはかとない色気を感じないか。それともショートヘアの女の子かな。目がチカチカする。かわいいやん。でもあのね、アイナ君もありそうなんなったばかりなんだ。君のようにアリスを光らせてあげられるわけじゃ。いいだろう。どうせ間もなくこのアリスは私のものとなるのだ。先行投資させてもらおうとしよう。さあ。それ、この金を使うがよい。麗しい我がアリスとクロージーするための衣装を見繕うのだ。言っておくか、これは君のためではない。今後、私のものとなるアリスのためだ。わっはっはっは。グレンって優しいんだか自己中なんだかよくわかんないな。あ、っていうかやっぱりお金でも買えるのか。さあ。クロージーで勝負してもらうぞ。君が勝ったら今から買う服は贈呈する。しかし私が勝ったら君のアリスは私のものとなるのだ。アリスミラーで決めるクロージーテーマは華やかなパーティーコーデだ。華やかなパーティーコーデ。クロージーはテーマに合った衣装を選ぶことが大切だ。まずはヒントを見てみよう。ヒント、参考コーデ。あ、もらったやつが入っとる。最初のうちは参考コーデを見てみるといいよ。持っていない衣装は入手しに行こう。どうやって入手しに行くん？あ、普通に買いに行くってこと？なるほどね。バイオレットフィズを思わせる美しいカクテルのようなドレス。あ、バイオレットフィズっていうのはカクテルの名前なんや。はい、買います。で、これで着替えればいいの？一括試着。あ、かわいい。いいね、いいね。これでいいの？着替え完了。え、どうした？なんか、なんで、え、なんかあの子、地味になったことない？相手のアリス。なんでこっちに合わせてシンプルにしてきたの？さっきめっちゃ目がチカチカするほどの、キラキラ感じゃなかった？いや、かわいいな。超絶かわいいな。ファンシーさは向こうの方があるような気がするけどな。コーデを揃えて着せることで、コンプリートボーナスが入るんだ。おー、なるほど。うわ、満点じゃね、あれ。称号、自信から、ちょっと見えなかったんですけど。見せて。あ、レベルが2に上がった。ハート上限が50から51。オーナーレベルがアップしました。衣装設計図パック1。なんだそれ。よくわからんけど。ハートは多分まあ、アプリでよくある、プレイスできる回数みたいな。そういう感じやろ。まずはアリスと一緒にストーリーを進めてみよう。うわぁ、なんかすごいランキングとかある。一章にはアリスサロンのオーナー、エドが、次々といろんなキャラが出てくるね。報酬一覧。ノスタルジックチェリーワンピ。セイランのプレゼント。え、てか何？あの、私に、クロージーで負けた後の感想はないんすか？感想は。どういうことやねん。え、てかセイランからのプレゼント何やったん？結局。交流。何これ。こんにちは、シキだよ。おぉ、びっくりした。君も言葉にしづらいことがあるかと思ってメッセージを送ったんだ。ワンダーランドに来て困ってることはない？うわぁ、なんか LINE みたいな感じのができるんや。そして虫。既読虫。こんにちは、あたしよ、セイラン。あたしからのメッセージちゃんと届いてる？あんたのアリスだけど、また弱ってないでしょうね。へぇ、なんかすごい。そして虫。いつでもこっちからも連絡ができるってことなんやね。なるほど。ログインボーナスや。これ、青い子かな？かわいい。あ、ハートがゲットできたんやね。なるほど、なるほど。
受け取れたの。7日間連続ログインでリリース記念フルコーデ、めっちゃ可愛いやんこの服。いやー可愛い、もう全部可愛いわ全体的に可愛いわ。ちょっとびっくりマーク消していってこう。ログインボーナス、え、これ受け取ったんよね。あ、受け取ってなかったわそういうこと。コレクション、基本色、何基本色って。オリジナル、うん、なんかよくわからんけど、報酬、なんかコインゲットした。ん？これは何？報酬、あ、別にないんか。なんかあったんかと思った。あ、かわいいかわいい。え、でもここでもう出てくる服は全部見れてしまうってこと？え、それ見ん方が楽しみがあるやん。この辺もちょっとびっくりマーク消えんやん、びっくりマーク。開かんかったら消えんってこと？くそ。そしてプレゼント、これ一括受け取り。ふんふんふん。何？コンプリートクラシカルジャック、星5やけど。しかも誰？これが今のプレゼントの中に入ってたってこと？ちょっと着せてみたい。あ、これやっぱり髪色も変わるんや。クラシカルジャックヘア、もう全然違う子になるやん。全然あの髪型で選んだ私の意味、まあいいやこれでフルコーデ？なんかこの辺もいろいろあるの。あ、ん？ここまででフルコーデってことかな。え、めっちゃ可愛いやん。保存する、超別人になっちゃったわ誰？もはや誰？あ、これトラディショナル&レトロ。あ、これで報酬が、あ、なるほど、このコーデをゲットしたら報酬がもらえるっていう、そういうことか。あ、なるほどね、そういう感じなんや。へえ、かわいいかわいい。んでもって、これハートも普通に上限51になったんじゃなかったっけ？なんか51分の121とかいう超溢れ返ってるけど、そういうもんな。あ、これはあれかな？その、2話目までストーリーが、次は2話ですよっていうことかな？左上の数字。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこのクオリティの絵で着せ替えができるっていう、もう種村ありなさんっていうのが私は素晴らしいと思うんやけどめちゃくちゃ嬉しいんやけど、かわいいわー。そして衣装いいね。